皆さんこんにちは、あずです。今回はバッグにも付けられる可愛いカップホルダーを作っていきます。使うのはスリコで買ったフェイクファーカップホルダーとダイソーで買ったパール調ストラップやっとこです。もともと付いている金具をやっとこで少し開き取っていきます。取った後は金具を戻します。同じようにもう片方も外しました。外し終わったら金具部分にダイソーで買ったストラップをはめます。はめたら完成。このまま使ってもチェーンを垂らして使っても可愛いです。寒くなってきたのでぜひ作ってみてね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。